な大事なこと忘れてた。今から言う内容も。そう、こういうのありませんよ。うちの性別をね、女性に戻す、ことについては、もちろんうちの配偶者のお辻入りは、杉田水脈講演会に入っておりますので、まあ、メールで通信もできてると申しておりましたから、一番あの配偶者のメールは見ないので。だから、まあ、お辻入り近い、レンタルドクターを通じて、杉田水脈先生から、うちの性別を元に戻す件に関して、そして、杉田水脈先生の性別を元に戻す件に関して、ご覧を中心に取り上げていれば、一番、確信は、ね、他の方法だと、どうなんだろうか、杉田水脈先生を、うちの配偶者に対して、ご通信があれば、確実だと判断できます。